芥川龍之介作雲の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えないいい匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずめになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな雲が一匹道端を張っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということは、いくらなんでもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間は、もうさまざまな地獄の責め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神田田も、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて
どこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたからは、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめたしめたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆さ落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういう中にも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、
やがて神田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田の無慈悲な心が、そしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えないいい匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。